僕らの仕事としたら、まあ、例えばこれが旧旧店を運営しながら、その各部をまあちょっとコストダウンされて、値段をまあ半分ぐらい抑えてるってことです。あまり気分に影響ないところで、まあ、その塗装の仕様を落とし込んだりとか、材質を変えたりってことです。かなりお得になってる。かなりお得になってる。コストパフォーマンスは高いし、今実際コスダウンで違いが、ちょっとやっぱり分からない。あ、そのくらいになってる。今、極限の状態まで行って、耐久性に触れる。通常使用してる範囲、お客さんが使用してる範囲ではまず分からない。使いが分かるほど使い込まれるお客様ではそこまではいらっしゃらない。ゼロハイツに比べてやっぱり力の設計士を使ってますので、相手のパワーが上がってますか。はい、どうぞ。